おはようございます、めこです。今日火曜日ですね。毎日飲んでるからチョコラ BB。 うちめちゃくちゃお風呂嫌いなんやんか。もう昨日めちゃくちゃ真剣に考えてん、なんで私こんなにお風呂嫌いなんかなっていう。髪の毛を乾かすのがめんどくさいっていうのはまずあると思うね。まあまあ時間かかるんやんか。15分ぐらいロングは維持したいねんな。速乾タオルってわかる？濡れた髪の毛をぐるぐるって回してターバンみたいに巻くんやけど、それは結構改善されてん。それでも時間かかるけどな。当たり前やねんけど、お風呂入るときに服脱ぐやん。服を脱いだときに体感温度が変わるやん。一瞬だけ寒っみたいな感じ。このちょっと寒く感じるのが嫌やねんな。男の人はさ、汗かいてて気持ち悪いから風呂さっと入るみたいな、全くその気持ち分からへんねんか。背あんまかけへんしみたいな書いてるかもしれんけど。3番目はお風呂を洗うのがめんどくさくない？うちはお風呂入るときに洗うんやけど、ドラッグストアであらゆるお風呂を洗う洗剤、カビキラーとかマジックリンとか、こすらず洗うって書いてある洗剤をもう全部あるだけ買ってるんやけど、こすらないでいいって書いてるんやけど、絶対こすった方がいいやん。あれこすらずに使ってる人いる？だからドラッグストアの洗剤を駆使してもやっぱりこの問題は解決できひんかってんな。で次がこれが一番大きいねんけど、私 SNS 依存症やと思うねんか。ずーっとスマホで YouTube 見てるから、お風呂に入るときってさ、携帯から離れなあかんやんか。それが嫌で嫌でしょうがないねんな。スマホを防水ケースに入れてお風呂で YouTube を見れるようになったらいいかなって思って、防水ケースとかも買ったんやんか、お風呂用に。でも指の画面にあんまり反応しにくいやん。でだからそれイライラしちゃって、シャンプーしてる時とか体洗ってる時とかシャワーの音とかで全然音聞こえへんから、結局さ、スマホを持って行っても音聞こえへんからなんか思んないんやんか。風呂時間をさ、もっと楽しめるようにしたいねんな。 SNS 依存症っていうのもちょっと問題ではあるんですけれども、あれはちょっと YouTube が面白いのが悪いな。スキンケアめちゃくちゃめんどくさくない？オールインワンでお風呂上がりもこれだけで1本で OK ってやつもあるんやけど、うちはちゃんと化粧水とちゃんと美容液と乳液とクリームとかでちゃんとやりたいねん。そう、やるならちゃんとやりたいねん。早くすんな早くすんな。そもそも論、お風呂入るメリットって何ってずーっと考えてたわけやけど、確かに疲れは取れると思う。そんなん分かってんねん。毎日お風呂入ってるで。いや毎日じゃないな、仕事があるときは絶対入ってる。次の日が休日のときはもうほんとお風呂勘弁してくださいって感じで、こう入らへんときがあって、入ったとしてももう日付が変わって2時とか、それでもうちの中で早い方やな。やっぱ悪い時は土曜日の朝とか、全然疲れ取れへんわーって思いながら、昨日お風呂入ってくればよかったなーと思いながら後悔をするんですけれども、そもそもお風呂入らんくても疲れさえ取れればいいわけじゃん。とはいえうちシャワーで済ますことほぼないわけ。毎日湯煎使ってるんやんか。こんだけ否定しときながら言うのもないねんけど、湯煎は入った方がマジでいい。体がお湯に濡れるのが嫌なんやと思うねんか。でそれ本当になんでかなっていうのを真剣に考えてんけど、多分これ分かった。動物の本能的なものやとうちは思ってて、犬ってさ、洗おうとしたらすっごい嫌がるやん、あのシャワーとかかけたら。それと同じちゃうかなと思って。嫌なんか、うち体に水かかんの。じゃあなんで犬とか人間とかは水をかかるのが嫌なんかなって考えたら、人間ってやっぱ変化とかを特に望んでないわけよ。私も特にお湯とかかかりたくないわけ。変わるのをすっごい全力で拒んでるんやと思うねんな。人間の本能的なものに結局は帰着するんじゃないかなっていうことをになりました。でもさ、何事も変化したら慣れるやん。うちもお風呂一回入ったらめっちゃ気持ちいいわけ。なんで入らへんかったの私って思って、意外とその変化後の世界、お風呂入った後が気持ちよかったっていうことを気づくわけよ。毎日気づくんやけど毎回入りたくないねんか。仕事でも勉強でも何でもそうやねんけど、例えばこれをやったら、まあ、給料が上がるとか成績が上がるとか評価が上がるとか、そういうの分かってるけど、あのやらへんやんみんな。それと一緒じゃないって思って、ロジックを分かってるのと行動できる人は違うなっていうことにね、気づきましたね。
変化を恐れないで行動することが大事だっていうことは、もうすごい有名なインフルエンサーがみんな言ってるやん。そんなん分かってるけど、お風呂入りたくないねん。人間の本質なんじゃないかなっていう。もう現状維持が一番幸せって思っちゃう。毎日のお風呂でさえさ、変わりたくない私ってさ、変われんの私。一応変わりたい派なんですけど、みたいな。結局、昨日至った結論としては、体を温めて疲れを取れればいいんでしょ？毎日お風呂入る必要なくない？みたいな。そんな常識にとらわれてたら成功せえへんから。いや、最初は私もね、仕組み化しようとか思ったわけ。私の携帯に8時半にお風呂洗う。9時にお風呂入る。ちゃんとアラームとかセットしてんねやんか。アラームが鳴ったら、ちゃんとその通りに動こうと思って、アラームとか作ってんけど、まあ一日も やらへんかった。もう自分との約束なんてすぐ破るから、人間。意味ねーって感じ。洗うのがめんどくさい問題は、お風呂入った後に、もうちゃんと洗って、お風呂出ようと思ったんやんか。そしたら次の日ボタン押すだけやん。お湯張りの。って決めてんけど、全く守ってないんやんか。自分との約束なんてすぐ破っちゃうんですよ。このアラームはね、なんかね、ツイッターで流れてきてやってみてんけど、自分に甘い私には効果なかったね。昨日な、この辺りの目の痙攣がひどくて眼科行ったんやんか。ほんだら、ストレスって言われた。ストレスなんか分かってるよ、みたいな。そんなん、私でも言えるわ。でもさ、うち最近別に仕事してないわけ。業務宿題で仕事してへんのに、全然ストレス溜まってないで、私って思いながら、なんかストレス溜まってるらしいです、私。そう、お風呂の話やねんけど、結論としては、お風呂を毎日入るっていう概念は取り払おうって思った。毎日入らなあかんって思うから悪いねんって。そんなん決まってないし。要は、体を温めるっていうことと、疲れを取るっていうことさえクリアしていればいいってわけやから、これは、ホットタオルとか、濡れタオルを電子レンジで温めて、それでも全然違うわけ。足浴もいいかなと思って、昨日 Amazon でポチりました。その足浴で疲れを取ろうかなと思ってます。もう要は、体温めたらいいから。今日客先直行なんでね、絶対忘れたあかんものはマスク。ちゃんとマスク持ち歩いてるから。うちさ、昨日さ、昇進が決まったんやんか。だから今日から私チーフなんやんか。チーフなんです、私。うちが言いたいことは、ボロ毎日入らなくても全然問題ないし、昇進もできるよっていう話。夢は脱サラやけど。行ってきまーす。バイバイー。